はい、今日のコーヒーはギフトでもらったいとこの家からね、来たコーヒーのセット、なんかよくわかんない、昨日はドトールのやつの箱だったんですけど、今日はよくわかんない会社のでした。でそれにもう全然苦さが足んないので、スティックのなんだあれのやつね、なんだスタバのスティックのなんだっけ、ロースト、はイタリアンローストっていう一番苦いやつバーって入れました。もうイライラしてどうにもなりません。私のね、私の気持ちを誰が癒してくれるんですかっていう話です。心がかきむしられ、女は女でうるせえって感じだしよ。ふざけんじゃ払えって言うねんな。無理やりだって。もう教えろ何もないって言うのよ。本当にもうふざけんじゃねえとって。みんなからウィーって言われるし、お金は私が全部払ってるし、どうしてくれるの？私の気持ちを誰が助けてくれるの？すっげえ我慢してるんだよ、なんでもかんでも全部我慢で、もっとうちの弟はもっと我慢してる、もっと我慢してる、それ立て替えとかしてそれでやれてる、そういう人たちが役所に入れんの。だからブボンドーン、公式っていうのはそういうこと。はい、どん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 